皆さんこんにちは、タスガイナイスです。 Dear Days 100 Days 46日目やっていきましょう。あぶねー、今録画開始したかどうか怪しかった。ということでやっていきましょう。おーっと待ってね、危ない危ない、タイマーセットを忘れるところでした。ということでスタート。それではタイマースタート。よし、 OK。 さあ入りまして、前回ね鉄を掘って3個しかないです。鉄じゃないです、ダイヤを掘りに行って3個しか取れなくて帰ってきたところですね。で何をしてたっけ、何をしたいって言ってたっけ。ちょ松明邪魔です。ちょ松明を破壊して、でとりあえず荷物整理からやっていくんですが、なんか丸石入ってるし、ちょっと荷物パンパンになってきたな。このチェスト倉庫がパンパン、倉庫というかのはまあこの新装甲のところだけですけど、新装甲のところだけ若干パンパンになってきましたが、まあまあ気にせずやっていきましょう。今日ねなんかふわふわしてます。今日なんかアイスさんとてもふわふわしてますが、気にしないでください。ということでやっていきまーす。焼くものは、焼くもの今特に何もない。焼くもの、他に必要、焼くものはネザライトがあって、これで15、まあ15あったらいいか。とりあえず突っ込みまして焼いていきまーす。で経験値はまあ修繕ないしな。で何しようと思ったっけ、今何してたっけ。そう、今エンドラ討伐に向けて、まあエンチャントとかなんとかかんとかしてたんですけど、今日やることは、今日やることワンチャンない可能性があります。ちょっと昆布だけ取ってきていいですか。昆布をちょっとどっかに植えたい。昆布がねちょっと生成めんどくさいので、生成あの昆布なんか多少ね燃料として欲しいので、昆布を持ちまして、なんかこの辺の近くにさ適当に植えておけばよくねみたいな、そんな感じの理論でやっていきたいと思います。どうしましょうかね。まあ、この辺適当に植えとくだけ植えといてもいいけど、なんか多少ねなんか綺麗に植えといた方が後々楽みたいな話もありつつ、そうだな、ちょっと多少楽にしていきたいので、ちょっとなんかいい感じに植えていきましょう。まず、水中呼吸のポーションが、エンダーチェストの中かな、エンダーチェストの中に、水中呼吸のポーションがありますので、こちらを持ちまして、これは、お、危ないですね。しっかりシルクタッチであることを確認しまして、シルクタッチのツルハシでね、エンダーチェストを破壊しまして、土を持ちまして、土をまあ適当に持ちまして、ではとりあえず水中呼吸のポーションを飲みまして、まあ暗視持ってもよかったか、暗視持ってもよかったけど、ではなんかいい感じに植えていきたいので、ここに植えると邪魔かな、こっち側の方が多分いいよね、こっち側の方が多分いいと思いますので、こっち側にねなんかいい感じに植える場所を作っていきたいと思います。ここが壁なんだよね、ここが壁なので、手が短いです、手が短いんですけど、ここが壁なのでどれくらい植えるかっていう問題はあるんですよね。どれくらい植えますか。まあ3マス4マス、まあ、5マスぐらいあった方がいいっちゃいいか。1,2,3,4,5、まあ、ここ床ぐらいでいいか、ここ床ぐらいにして、でまあ向こうの方は若干破壊しつつ、多分水中採掘はついてるはずだから、まあ、この辺適当に植えつつ、どうだろう、ちゃんと壁作った方がいいかな、ちゃんと壁作ってなんか敵が入りにくくしておいた方が楽かもしれないので、まあそうしていきたいですかね、多分。まあそうしていく感じでやっていきましょう、いきましょうか。た土でなんかいい感じにスペースを作りまして、まあ、こんなもんあればいいか、こんなもんあれば良さそうですね、こんなもんあればいいと思うので、ダイヤモンドシャベルでねこの辺軽く成長しまして、で、まあ、ここ壁でいいか。ここを壁にするということで、ここまでね、軽く整地をしつつ、ここか、ここと、まあ、あと2列か。こことここと破壊して、全部はいいですかね。で、花崗岩、一応昆布って、花崗岩にも植えられるはずなんですけど、一応ね、砂じゃない、土に変えておきます。ということで、こんな感じで作りましたら、壁を作っていきましょう。今ね、ありふれた、あれ、深層岩がありますので、こちらのね、ありふれた深層岩を使っていきまして、まあ、深層岩の丸石でいいですよね、多分。まあ、多分いいと思いますので、まあ、なんでもいいんですけど、正直。まあ、とりあえず深層岩の丸石で壁を作っていきます。まあ、これはね、一応ドラウンドとかケアですね。ちょっと届いてないです。腕が短いです。ちょっと腕が短いかもしれません。よいしょっと。さあ、しっかり潜ってから、
これどうやってやるのが効率いいのかな。まあこれ角は別に省略してもいいため角を一応省略していきたいんですが、まあまあまあこんなもんか。多分ね水中でもね多分この方の方が早いと思うんだけど、これさ3マスしたら届かないんだよな、しゃがまないと。3マスしたらしゃがまないと届かないの普通にだるいんですよねって思いつつ、いまだにねなんかだるいなって感じる。3マスした3マスしたら届かないの。なんでさこんなこういうなんかくだらない違いがあるんでしょうね。なんか別にさ手の長さとか一緒でよくないっていう、統合版も Java 版も Java 版も別に一緒でいいよね、なんでそこ変えたんだよっていう、とても不服です。なんで変えたんでしょうねこれ。マジでもうちょい長くならん、せめて3マス下まで届かんか。統合版って確かなんだっけ、なんか 3.5 くらいまでいけるはずなんですよね確か。腕結構長いはずなんですよね、多分1マス分ぐらいね結構長いはず Java 版より。まあね、まあ文句を言っててもね、ここはね Java 版なので統合版の常識は通用しませんと。ではこんな感じで、昆布を植えるところを作りましたら、昆布を植えていきたいんですが、ちょっとこの辺あれか、ちょっと松明だけ軽く置いておきますか。松明置いて、まあ湧き潰しを軽くしつつ、まあ、そんな感じで、この辺さ、なんか松明全然なくね。あ、そうか、これあれか、竹作った時にさ、松明置くの忘れたんだ。そりゃあね、松明ないよね。はい、ということでね、こんな感じで湧き潰しをしておきましたら、昆布を持ちまして昆布を植えていきます。これ64足りなくね。結構適当に作ったからさ、8×8 までしか植えられないけど大丈夫そう？あー、ちょっと広いな。ちょっと広かったかもしれない。このね、平方数って意外と多いんですよね、見た目より。まあこれ、なんていうの？まあ平方数ではないか。これ多分 8×9 だと思うので、平方数ではないんですけど、なんかこういうね、なんか平面になると案外多いんですよね、見た目より。あー、やっぱ足んないですね、足んない。5。あ、ギリギリ足りてたかもしんねえ。あー、ちょい。あー、8×8 だったか。ギリギリ 8×8 だった？あー、8×8 っぽいな。なんか適当に作ったけど 8×8 だったらしい。ということで、まあなんか若干育っていますので、若干育ってるやつ取って、全部植えてしまいましょう、もう。まあ全部植えてしまった方が効率はいいため。よし、これでね、まあこれ育ったら取って焼いて燃料にしてという感じでやっていきたいと思います。まあ今はいいか。ちょっと今焼くとね、今焼くと明らかにもったいないため。で、とりあえず荷物を整理しまして、さあ、もう8分になっておりますので、8分 ?8 分経過しておりまして、まあ、だいぶね、もう、日も経ってまいりました。水中呼吸のポーション作っていいですか？水中呼吸のポーションを作っていきたいと思います。ガラス瓶で水を入れまして、うおー！よし、全部入れまして。で、フグはね、多分あるはず。だからとりあえず水入り瓶にネザーウォートをぶち込みましての、さあぶち込んでいく。そしてここかな、ここにフグが1匹、ラスト1匹です。フグをぶち込みまして、あと延長のレッドストーンダストを入れていきたいので、レッドストーンダストを持ちまして、レッドストーンダストを入れまして、よし、これでね自動醸造になりますと。で間違えて、水入りバケツをぶち入れましたと。でイカスミさ、イカスミというかさ、このイカちゃんさ、なんか、未だにさ、謎に、この、勝手に陸に上がって死ぬっていう仕様というかバグだと思うんですけど、あれ、未だに治りませんよね。あれ、何なんでしょうね。あれ、普通に治してよくない？あれ、永久に放置されてるの普通に意味わかんないけど。まあ、そんなこともありつつ、とりあえず、ハサミを持ちまして、ハサミ？オッケー、ハサミ持ちまして、今日も京都でね、羊を買っていきます。うおー、羊を狩れー、うおー。マジでさ、自動化したいけど、なんか自動化してたら50日過ぎそう。ターゲットか。あと、まあ、弓はね、変えるから、ま、いいっちゃいいんですが、まあ、ディスペンサー作るのも若干めんどくさいしな、みたいな。まあ、ディスペンサー作るの言うほどめんどくさくもないけどね。まあ、43、まあ、1日ね、0.6、0.8 スタック、0.7 スタックか、0.7 スタックぐらいなので、まあ、それなりに、まあ、毎日やってればそれなりに集まりそうではある。が、毎日やるのは非常にめんどくさいですね。さてさて、今日も今日とて、さあ、もう夕方になってまいりました。じゃあ、とりあえず松明作りまして、
まあ今日も今日とってダイヤ掘りに行きますか。ダイヤね、まだまだマジで足りてないので、本当に足りてないの28しかないので、さあ今日も今日とってねダイヤ掘りに行きましょう。いやーマジで今日何もしてないな。今日本当に何もしてないけど、まあいいや。まあそういう日もある。でマジでさ、最近掘る場所がどんどんなくなっていく。マジでさ、なんでさこの企画でさ あんなめんどくさい場所を引くわけ。マジでありえないんだけど。ここって掘って大丈夫な場所だったっけ。大丈夫そうではある。1、2、え、あ、コウモリが、あ、コウモリが、最近テクスチャーが変わったコウモリくんが燃えている。1、2、3。お、これ帰ってきたとこか。これ帰ってきたとこですね。もう3マス隣に行きまして、の。さあ、こっからね、掘っていきましょう。ちょっと待ってね。ここを置いて、これね、帰ってきたことがわからなくなるので、ここ4マス掘っておいて、ここが帰ってきた場所だよということを目印にしておいて、こっからね、掘っていきます。いやー、ダイヤマジで、カジ型のためだけにダイヤがたくさん欲しい。てか、待って、これシルクタッチじゃんけー。めんどくさいことしたーん。まあ、これ後で溶岩にポイしましょう。あのね、シルクタッチで掘るとね、本当に、これ前も言ったと思うんですけど、この深層岩ってやつね、シルクタッチで掘ると、あの、何の役にも立たないゴミになるので、マジでさ、これだるい仕様なんだよな。もうシルクタッチの否定っていうね、マジでクソおもんないことをね、されてるんですけど、いや、シルクタッチは別にシルクタッチでよかったくないっていう。てか、深層岩さ、普通にさ、深層岩からさ、加工できるようにしてよくないっていう、アイスさんはそう思っています。なんでさ、深層岩って深層岩から何も加工できないんでしょうね。マジ、それはちょっとな、なんかよくわかんないんだよな。なんでそういう仕様にしたのかは、マジで意味がわかんない。ね、まあ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 。深層岩のね、愚痴はね、まあ言ってても改善されませんので、まあ仕方ないとしても。さあ、レッドストーンが出てまいりまして、とりあえずレッドストーン掘っていきまして、ちょっと溶岩の音してるんですよね。それだけがちょっと怖い。あ、怖いけど、まあまあ大丈夫か。フルエンチャではないけど。まあまあ、エンチャントはね、結構しっかりついてますので、まあ大丈夫でしょう。さあ、おーっと、溶岩溜まりに出てまいりました。特には何も、さ、金が見えておりますが、まあ、金ぐらいっぽいですね。まあまあまあ、このままね、まっすぐ進んでいきましょう。で、まあ今日はね、なんか、好きなご飯の話でもします？まあご飯っていうと、まあご飯っていうか、なんか食べ物というか、食品というか、なんていうの？料理形態というか、になんかそういう、なんていうの？和洋中ってあるじゃないですか。和洋中。まあ、いわゆる和洋中ですよね。いわゆるって何、ちょっと何言ってるかわかんないと思うんですけど。まあ、日本だったらね、和食じゃないですか。まあ、和洋中。まあ、まあ、まあ、みんなわかるか。言うてもみんなわかると思いますけど。まあ、和洋中ってあるじゃないですか。まあ、皆さんどうですか？何が好きですか？何が好きですかって言ってね。まあ、誰に聞いてるわけでもないんですけど。まあ、最近ね、ちょっと、中華をね、食べに行くことがありましてね。まあ、それでね、まあ、そういう話をしようかなって思ったんですけど、和洋中、どれが好きですかって言われてさ、なかなか難しいよね。なんか、この和食だったらこれ、洋食だったらこれ、中華だったらこれみたいなさ、そういう好きな料理あるじゃないですか。まあ、その、おのおの、好きなものあるじゃないですか。好きな料理というか。だからさ、なんか、和洋中どれが好きって聞かれるとなかなか難しくないですか？まあもちろん和食も好きだしね、中華も好きだし、ね、洋食も好きだしみたいな。ね、そういうことは往々にしてあると思うんですけど、難しい質問ですよね。どれが好きですかって。まあなんか結構均等バランスみたいな。まあそうですね、アイスさんって言うと、まああと、なんていうの、まあ洋の中にもさ、イタリアンとか、なんかその他もろもろいろいろあるじゃないですか。フレンチとか。まあそういうものもあるしさ、なんか一概に言えないよね。まあ洋食ってまあ日本から見たら洋食ってだけで、洋食っていう一括りにされますけど、まあ日本以外だったらね、そんなことありませんからね。まあ日本だったらなんかもっと細かくね、わかりますから。さあこんな感じでさ、とりあえず洞窟に当たりましたと。とりあえず敵はいなさそうなので、ちょっと見ていきますか。あ、前回ここまで来たとこか。前回ここまで来て、帰ったんですね。
さあ、溶岩だまりとスカルク、スカルクバインドですね、あれ。スカルクバインドがありまして、スカルクバインドがあるだけですね。これディープダークですか？これサバンナですね。ここだけディープダークなの。あ、こっから先がディープダークな、こっから右がディープダークっぽいですね。ってことは帰り道にスカルクがある可能性があります。困りますね、本当に。ということでね、まあ今日も今日とってこっから帰りますか。まあどうだろうな、アイスさんどれが好きって言われるとね、また難しいな。本当に難しいな。何が好きなの。でもアイスさん洋食かな。洋食は結構好きより、洋食と、あー、ディープダークですね。がっつりディープダークダークですね。ディップリダーク、がっつりディープダークダークダークネスですね。ちょっと何言ってるか分かんないですね。で、溶岩の上でね、飛び跳ねるのやめましょうね。まあ割とね、洋食寄りかな。まあこの3択でどれを食べに行くかって言われたら割と洋食に行く気はする。いやでもな、和食もね割とね、なんか捨てがたいな。中華はね、あんまりいいかな。まあ中華も中華でね、好きなものはあるんですけど、まあどうだ、この3択でどれにするって言われたら割と中華は選ばないよりかな。まあ洋食か和食か、でも割と洋食よりですね。オムライスとか、あ、ステーキはどうなんだろう。ステーキって何に入りますかあれ。ステーキも割と洋食よりですよね。洋食よりだと思うんですけど、どうなんでしょう。どういう国なんだろうあれは。まあ、あとイタリアン、まあ、ピザとかもね、アイスさん割と好きですし、まあそんなとこですかね。まあ和食で言ったらやっぱね、寿司とか、まあいわゆる御膳系かな。御膳系とかはね、やっぱいいですよね。でも和食ってね、結構なんか思ったよりがっつり飯ですからね。和食って、あー、なんか和食行くとなんか結構ね、お腹パンパンになって帰ってくる気がします。アイスさんいつもそんな感じな気がします。まあ、和食は和食でね、美味しいんですけどね。いや、溶岩だまり多すぎん？なんか洞窟の音したな。なんか今、雲の音したな。なんか雲の音しますね、上から。え、どこに湧いてるんだろう？なんか上に洞窟ありそうですね、これ。ちょっとまあいいや。まあ、それはね、特に気にせず突き進んでいきましょう。今日本当にね、アイスさんふわふわなので、よろしくお願いします。こっちもディープダークかな。ディープダークではなさそうだけど。てかマジでね、なんか、まあ今日ね、今日アイスさんがふわふわなのはね、明確にね、明らかに睡眠不足です。明らかに睡眠不足なんですけど、おー、いいね。ただちょっと、溶岩がちょっと怖い。1型、2型、お、8型じゃないですか。いいっすね。まあほぼ8型確定かな。溶岩、下が溶岩ってことあるかな。ワンチャン下が溶岩の可能性あるから怖いなって思っておりますけど。あ、ここ開けて。あ、大丈夫そうではある。ここが溶岩。とりあえずしっかりと周りを掘ってね、安全確保していきます。まあ、さすがにね、ダイヤは溶岩に落としたくないため。まあ、他の鉱石だったら別にいいんですけど、まあ、さすがにダイヤは落としたくないよねっていう話で、ちょっと周りしっかり掘っていきます。ここはここも下2段溶岩と、ここを埋めて、このダイヤの下が大丈夫なので、この辺は大丈夫そうで、この辺も大丈夫そうで、まあやっぱ8型ですね。まあさすがにこの形だったらね、8型確定かな、ほぼほぼ。まあ下に1個あるかどうかぐらいですね。ということで、おお、22ダイヤ、素晴らしいですね。ここかな、ここが多分掘ってきたところ。ということでね、まあ、これで強化型だいぶ増えますね。22、3個増えて、何個ですかこれ。合計何個かわかりませんけど。これは、スタート地点ではない。もうちょっといきますね。まあ、これで20、30、40、50個かな多分。今、50ダイヤだと思いますので、8ネザライト ?8 ネザライトもいけねえわ。7ネザライトぐらいですね。ということで、さあ、溶岩だまりへやってまいりました。これはスタート時点とは全く関係ない溶岩だまりですね。で、ここはね、突き進むのめんどくさいので、ここへ横掘って帰ります。横掘って帰ります。さすがにあれ突き進むのはだるい。いやーもう本当にどんどん掘る場所がなくなっていく。あと、鼻がやばい。今日も今日とって鼻がやばい。はい、ということでね、とりあえず帰ってまいりましたが、ダイヤ22個、今日は豊作でしたね。いやー、どうだろうな。46でしょ、今
もう一日ダイヤ掘って、ワンチャン全身ネズライトにできればいい。まあ、全身ネズライトは余裕か。言うても全身ネズライトにするのは余裕なんですけど、エンチャント、もうこっからさ、エンチャントボンしか使わなくないっつって、もうネズライトにしちゃってもいいですけど、まあ、ワンチャンその可能性はあるよね。はい、ということで、ネザーラックを持ちまして、カジ型を持ちまして、本日終了でーす。本日終了でーす。オッケー、終わりでーす。はい、ということで、46日目、お疲れ様でした。なんか、何もしてないけど、ダイヤがいっぱい集まって嬉しいですね。もうそろそろ、ネズライト化も始めていこうかなと思いますので、次回は装備全部ネズライトにしていこうかなと思います。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。